初日12レース走られます深谷選手です。よろしくお願いします。ただ前走の熊本記念優勝おめでとうございます。まあ、熊本は復興から携わっていきたいと思いますけども、改めて振り返っていただいてどうでしょうか。まあ、やっぱりあの場所で走れるっていう喜びと、まあ、その中で優勝できたっていうのがすごい嬉しかったです。やっぱりお客さんもすごく入っていましたけども、歓声もすごかったですかね。まあ、そうですね、本当初日、特に初日と最終日すごい良かった。すごいこう熊本のパワーを感じました。今、後半戦すごく状態がいいようにこちらから見えるんですけども、ご自身としてはどうでしょうか。体の仕上がり自体はいい感じではなくて普通ぐらいなんですけど、まあ、なんかその中でこうしっかり走れているので、まあ、そこをもっとこうよくできれば、また上で戦えるチャンスはあるかなという感じです。やっぱりあの残りの G1 を取るっていうのが一番だと思いますけども、今賞金が10位ということで、この後もやっぱり気にして走るところにはなりますかね。まあ、もちろん気にはしますけど、まあ、目の前の一戦一戦を勝っていけばそこでチャンスはあると思うので、ね、まあ、そこは本当一戦一戦という感じですね。そのリーチ勝敗なんですけども、まあ、難関としては1人になりますけども、バントには慎太郎選手がつくという形。まあ、そうですね、いつも一緒に走ってますし、あの2人力を合わせて頑張ります。わかりました。では、最後によくわかんない意気込みをお願いします。はい、一層一層精一杯頑張ります。よろしくお願いします。